元気です。今日はですね、みんな小岩家島鹿児島キャンプ来てるということで、ちょっとそれぞれの部屋に突撃して選手の素顔だったり今シーズン始まる意気込みをちょっと撮っていけたらなと思います。ファイヤー、お疲れ様です。こんばんは。違います。ちょっと久保さんの今シーズンからトップチームにいた選手が初めてのコーチになられるということで、はいはい、どういったお気持ち、選手の時のやっぱ気持ち違いますか？いや、まあみんな戦うっていう気持ちは一緒です。でもまあどっちかというとみんなサポートするっていう気持ちの方がやっぱ強いんで。なるほど、はい、ありがとうございます。選手が最大のパフォーマンスを出せるように頑張ります。ちなみに僕と久永コーチはユース時代背番号7番ということで直属の先輩になっております。京都サンガで、はい、はい、立命館宇治高校です。はい、よかったら皆さん岩木 FC にも注目してください。注目してください。はい、それではおやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様です。それでは一番端っこの部屋を突撃したいと思います。さあ、この部屋には誰がいるでしょうか？こんばんは。いない、誰もいない。そんなことあるのか。3連続でいないと思ったら来ました。来ましたよ皆さん。一番目にやっと来てくれました。こんばんは、キャプテン。俺も一緒に行こうかな。じゃあキャプテン、じゃあ一緒についてきてくれますか？ここ、いや、キャプテン、じゃあちょっと一緒に行きたいと思います。どうぞ。じゃあキャプテン、コンコンしてもらっていいですか？ね、突撃します。それともピンポンします？ピンポンいらないろ。じゃあ行きます。はい、突撃入ります。ごめんください。お、宮本さんじゃないですか？宮本さん、これ部屋今一人っすけど、誰と一緒の部屋なんですか？家人っす。あ、家人さんですか？家さん。家さん。ちなみに家さんは、はい、部屋8割いないっす。8割。じゃあ、ほぼ1人ってことですか？そうだ、ほぼ。ほぼ笑顔ね。ほぼ僕と一緒ってことですか？海外で。僕、ちなみに僕もほぼ1人で生活してます。寝るときぐらいしかいないんじゃない？昼寝のときとか。まあでも、そのときやっぱ喋ったりするっすか？喋る喋る。どうですか、今シーズンなんか始まってみて、去年と違ったり、それではあります？去年と違う？だからキャンプ、まあ今、2日目ですかね、終えて。どうですか？そう、まあでも鹿児島に来れて、まあ今日からやっと鹿児島っぽい気候というか。ああ、なるほど。暖かかったですね。うん。なんで、まあ、で食べ物も美味しいし。ああ、なるほど。最高のキャンプ地なんじゃないかなと。いいですね。ファン、サポーターの方に向けて、こう一言じゃないですけど、なんかこうアピールタイムあげます。今シーズンもたくさんの応援よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ宮本英二選手でした。心よく入れてくれてありがとうございます。それじゃあ次のとこ行ってきたいと思います。はい、お疲れ様です。有田さんじゃないですか。キャンプどうですか？楽しいですか？楽しい。今年はなんか目標とかってあります？今年はね、まあ、最低また2桁は取りたい。おわー、違うね。最低ね。最低また2桁、うん、あとはね、はい、ゴルフ頑張りたい。ゴルフ始めるんですか？買っちゃいました。ああ、ちなみに。ゴルフクラブ10万円。ゴルフクラブ10万円。もうお金ないです。いや、そんなことないですよ。僕もゴルフやってるんで一緒に行きましょうよ。はい、ぜひ。また。お願いします。はい。じゃあ今年2年目で、まあ新しく選手入ってきたわけですけど、なんか変わったところとか、自分こうしていきたいなとかありますか？まあ背中で引っ張っていきたい。かっけえ。ちげえよ。違う。やっぱ違う。やっぱ違う。やっぱ MVP だ。違う。見てよ、もう使わないでね、これ。絶対使います。なんでや。絶対使います。なんで。でも聞きましたよ、皆さん。背中で語ってくれそうです。皆さん、有田さんの背中にじゃあ注意。見ろよって。サワー、ホマレさんですか？これは何かこう、なんか部屋空いてますね。あ、ウェルカム。お、人がいっぱいいる。さっきは全然、お、こんばんは、皆さん。
皆さんこんばんは。ここは治療部屋というふうにリカバリーケアルームになっております。邪魔しないで、ここ自分の体と向き合う場所だからそう言わずにちょっとあ、こんばんは。岩立てトレーナーです。はい、頑張ってます。こうめっちゃ優しい声と甘いマスクで結構人気出そうな岩立てトレーナーです。はい。ちょっとひげ濃いめですか。それはじゃあ。マスクの人は結構男です。あ、男ですか。じゃあまたいつか皆さんマスク取った時見れるように。はい、お願いします。はい、皆さん、ここは神聖なる部屋なので。と言いますと、と言いますと、ここは誰でしょうか。誰かハーガーアサヒー俺たちを踊らアリマくん誰も面白いことさせよう。ガチやめてマジやらせよう。あんまりなんかこう結構なんもないとか言いつつめっちゃ面白いです。彼最近面白い。彼最近面白いです。面白いとかないから。最近面白い。最近面白いです。面白い認定されてた。最近おもろいよアリマくん。何の撮影ですか。これ YouTube になります。下田くん、どうですか。夜明け市のキャンプどうですか。元気くんが優しくしてくれてます。いえ、全くかかってませんとは言いませんけど。一緒に歌っておりました。あーね、緊張したね。あー、地獄でしたね。皆さん本当に身体発表会、下田くんとね、坂本よりくんが本当に僕に力貸してくれたんで、なんとか盛り上がりましたよ。助かりました。有馬くんどうですか。さっき言ったすけど有馬くん怖いっす。あ、怖いっすか。有馬くん、なんか矢口くんとかにいじれって言われて。有馬くん結構やられてます。やられてます。はい、有馬くんね、怖いけどでも優しいから。ツンデレですか。ツンデレ。じゃあいっぱい可愛がって待ってください。待って待って待って、マジやめてはい、何も出ない。今年のキャンプどうですか。いやー、すごい。まだなかなか寒いですけど、熱い気持ちで頑張ってまーす。顔にチーズ持ってますけど大丈夫ですか。いや、いつもです。ちなみに今日なんかミスったって聞いたんですけど、何するの忘れたんですか今日。ちょっと今日、日差し強くて日焼け止め飲んだ忘れました。じゃあ最後に今年の目標を3秒以内にお願いします。3、2、1。はい、肌のケア頑張りまーす。ありがとうございます。特典お願いします。はい、失礼しまーす。いやいや、閉めないでくださいよ。閉めないでください。何鹿野選手です。何ですか。鹿野選手、誰と一緒の部屋ですか。早見です。早見くんどこにいるんですか。早見今、風呂中です。あ、風呂中ですか。ここに早見選手が入っております。早見選手、お顔をいただけますか。今、洗顔中です。ありがとうございます。はい、早見選手。今か。鹿野選手、どうですか。去年振り返って、今年どうしたいとかあります。まあ、もっと試合に出たいっすね。ああ、なるほど。なんかそのために心がけてることとかあるんですか。いや、まあグリソンも言うように一日一日を 100% でやってます。なるほど。今年 J2 ですよ。どうっすか J2。 J2 の印象、まあ、去年に比べてまあもちろんレベルは高くなってるんで、はい、すごい楽しみですね。楽しみですか。はい、早見選手今年ね、新加入ということで、はい、どうですか岩手市の雰囲気。いや、すごい話しやすいですし、取り組みやすくて、みんな最高です。なるほど、はいはい、J2、 今年 J2 ですけど、はい、どうしていきたい、どういうプレー見ていただきたい、サポーターの皆さん個人としては、はい、ヘディングの強さのところを見ていただきたくて、はい、チームとしてはやっぱり、優勝目指して、はい、2人で頑張ります。はい、じゃあ2人で最後、なんかしてください。よくないって、そういう風にいきます。アドリブでいきます。3、2、1。いけない。あー、はい、二人で、せーの、パワー。特別視点の辻岡選手です。パンツ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 。インタビューさせてもらっていいですか。え、いいですけど。うん、どうですか特別視点、大学とやっぱ違います。え、もうもちろん、バリバリ違います。シャス、じゃパンツ履いてもらったっていうことで帰ります。え、どうも、こんにちは。いやいや、ちょっと閉めないでよ。閉めないでよ。宮崎原選手ですか、この部屋は。いや、キー一つ少ない。あ、キー一つ少ない。ファイヤーマン来たよ。何これ。これ誰ですか。近い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 。山口大輝選手です。誰、近い近い。こんにちは、何ですか。遠近法を使っております。お前誰。
谷村選手です。はい、近い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 一緒や一緒や誰か、ね、寝てますか。誰誰寝てますね、これ。じゃ、ちょっと。なんすか、これ。ゴリ。うわー、きつい。これしかできんか。そう言って。いきます。位置について。よーい。ドン。それ、カツ丼、天丼、プテラドン。ちょうだいやってしまった。いきます。真実はいつも一つ。二つ？あれ？三つ？四つ？名探偵コンラン。ありがとうございます。じゃあ、一人ずつ今年の目標お願いします。はい、山口さん。まあ、個人として得点アシスト合わせて10いきたいと思います。いい、イエイ。谷村さん。はい、 J1 昇格と2桁得点です。おっす。うちくん復帰して活躍します。よいしょ。好きな言葉は人生死ぬ以外かすり傷、イエイ。好きな言葉は人生運とタイミング、イエイ。好きな言葉は延期法。好きな言葉は田中龍志郎。え、97年組、頑張ります。応援してねー。バイバーイ。14番買ってねー。ヤダルバ買ってねー。